はい、こんにちは、サルーイン。で、シャドウバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババン。シンシンなのかな？出てしまいまいた。シャドウバース。というわけで、25周目なんですけど、ちょめちょめチーズ、きついよな。きついか。いいんだよなぁ。関係がないとってか、やっぱドロー層少ない？いやぁ、輝きとかもなんか輝ききやんかったしなぁ。まあ言うて、これがほぼ限界よ。限界。しゃあない。しゃあない。さあ行こう。他にないもんな、ドロー層っていうカードはなぁ。歌方の月。空に帰りても人として、おぉ。どうやこれは。悪くないかもしれないぜ。手加減なしよ。本気で行くわ。光があなたを導くでしょ。露骨に対象にならないとか言われるとやばいかもしれない、ね。まあまあまあ、いやでもな、ブースト対象がないからな、あんまり良くないかもしれないぞこれは。やっぱりね、ルーンフェルトサムなんか超越、特に超越かな。よろしくね。1枚はね、ただ2枚とかあるうちこれからやだ。よろしくお願いします。よいっす。まあ置いていかないと話にならないか。よろしくよろしく。ちょっと早めに超越か欲しいな。キニコ頑張ります。まあバウンスしてとりあえず1対1交換きた。よし、で次蓄積していいんじゃない。天使かな。天使は大丈夫。最強のメタカードがで、まあ瞬間的に、まあでも全然ハンドターン、まあ、会社のターンで決めれば。おお、マジで。そのこの後だよな。問題はこの後なんですけど、この後がですね続かないんですね。困ったことに。スナイプ打ってもしゃあないし。これドルソとして打ちたいんだけどさ、そうも言ってられないね。最悪フラム直感しなきゃダメかこれ。悪行はそこまでじゃ。ハゲ殺して。マーリンか。まあいいんじゃないか。これがあなたの運。これで決めるわ。円卓の騎士に我が作戦を。あなたの死が見える。グッバイ。まあ無理することもないけど、やるとしたいなって。進化してくる。ああ、そっち。まあまあ。全てはダメ。さーてと、来週のサザエさんはドゥドゥルドゥルドゥル船です。何？船です。まあドローしてから話しながら遠征引けた。いやー、フィニッシャー、まあ一応ガフラム引けてるから、あとはーって感じかな。あらら、でかいでかい。でかいなー。こっち。あー、来た来た。どうしよっかな、5点。もうちょっとだね。編成。ここで撃っちゃっていいのかな。危険な気がするな。もう少し泳がしておくか。逆にブラスト打っといて、あとは返し破砕っていう手もある。ここはあえてターンエンド。てか弱っ、ハンドやばい、ハンドがクソやばい、まるやばいこのハンド。ああ来た来た来た。オッケー、おいしいです。死にゃしねえだろ。
ラスがまだ44か。あらら、2枚目。めんどくせえ。そんな。遠征引けるかな？わからん。わからん。クラムグラスか。まずいかな。さて。なんとかうまくつながるか。グラスをいじめるなら焼き尽くす。覚悟はいいかしら。あなたには私の怒りは止められない。さあ飛ぶわよ。あいつ強えな。逆だったね、これ。グラスの方が良かったな、これ。失敗したな。プラムの邪魔をしないで。これで終わりよ。あいつ倒せたやん。プレミット。私の虚無を埋められる。これ。我は憤怒。世界を今一つに焼けろ。これ素晴らしい腕前。ごめんなさい。ういっす。決まった決まった。よいしょ。私の勝ちね。なんか今決まったのが一瞬不安だったから、ついになんかあれやったけど、勝ったってことで。いやー、ちょっとね、てか下手くそだった最後。グラスでよかったんだね、さっき。ね。お疲れ様さー。